仕掛けもそこにはあって、我らがスター、横山雄二。わかっちゃいるけど、マジですか目の前で起こるこの不思議さ加減に、開いた口も塞がらない。さても今夜も、やってのけるぜ、大記述。不思議の舞台が、始まります 横山雄二賞日本映画界の宝でしたね女優キキキリンさんはこう言っていますおごらず人と比べず面白がって平気に 生ききていいなさいとそうだねおごらずは意外と俺ない気がすんのよくキャラクター的に「あ横山ってあったらさなんかさ感じ悪くてさ」とかっていうやついるけど多分それは嘘って思うのね俺こんな腰低いのって大体言われるのでおごらずはない気がするただ人と比べずこれが多分一番難しいんだろうなと思ったりします 私が天才横山でございますこの番組は54歳になっています私天才横山裕二が広島の大人へ及を送る1時間のショータイムってことですけども「人と比べずは難しいなあ」だって見えるからね特にそのコロナになりましたよってなってみんなと会えなくなったじゃないですか。 で、それで、例えばツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムっていうのって、ああいうのって、家にいながら、いろんな方々とこう繋がれますっていうメディアだったりとかするから、ある意味人を潤すこともできるわけじゃないですか。で、潤したいと思って俺もツイッターとかフェイスブックとかやってるけども、それを、お前だけ楽しそうにやってさ、ってやっぱ思う人もいるわけじゃん。で、俺どっちかっていうと、そう思いがちなの。はははははは。 だから、ダメかもなぁ。人と比べずが一番難しい。だって、競争社会じゃないっていうことが、こんなに居心地が悪いのかと思ってんのよ。で、例えば小学校の時とかに、俺たちの時は、一等になりたくって一生懸命練習したのね。だけど今は、一等にさせないじゃない。だから、ドッケを作らないってこと、だから手をつないでゴールしましょうみたいなことって、足の速いやつに対する冒涜じゃない。 だって、それしか見せ場がないっていうやつがいっぱいいるんだ。だから、俺なんかそうだったの、ね、よ。勉強できない。で、女の子に、女の子にはモテてたか。<laughs> おごってる。<laughs> すごいおごり。<laughs> で、女の子とはまあまあ仲良くやってたけど、まあ勉強できなかったから、勉強も本当とドッケだったから、それ考えたらもう、体育の時、運動会とかさ、ああいう時に頑張んなきゃとか、あと、あの、いわゆる学芸会とかさ、 合唱コンクールとかさ。ああいう時に、時にはなぜかとか、もう誰よりも、大空にとか、もうすっごいちゃんと歌う子だったの。で、も中学校になると基本指揮者ね。<laughs> ああいうのがもう大好き。もう祭りは乗るんじゃなくて作るみたいなつもりでいたからさ。そういうの考えたら <laughs>、ダメだな、俺。奢ってもいるし、人と比べてばっかだな。 あんなことばっかりしてたからこういう大人になっちゃったんだよね <laughs>。いやいや、でもさ、そういうね、金言とか格言とかって、それ通りとか、それに、そのさ、枠に入ってるってことは、その言葉を超えないってことでもあるよね。だからよく、例えばこの有事賞がさ、メガマック森下が、この人面白いですよとか、この人絶対来ますよって言って、まあ、信用するわけじゃないですか。で、でも、全部当たるわけじゃない。 で、たまに俺がメガマックにじゃあこういうの、こういうの、こういうのってこう出してくるんでするじゃん。で、お互い、そのウィンウィンな状態で前に進んでいこうとかするけど、結局さ、その自分が思い描いたことの中にいる人は自分を超えることがないから安心して付き合えるんだよね。だけど、いや、こいつ多分この器じゃないなと思った瞬間に怖くなるわけじゃん。 で、どうするかっていうと、潰していこうとするわけだし、だからさっきの、そのフェイスブックとかツイッターとかインスタグラムとかってみたいなもので、他の人が豊かそうに見えるってことは、自分よりもいいことをしていたりとか、自分よりもいい思いをしているって思うから、届かなくなるじゃん。だから、どうにかしたいと思うから潰しにかかるんだろうなと。だから自分の中に、私よりもしたとか、私のエリアにいますみたいに、したいんだろうなぁっていう、その気持ち、 は、もう重々わかるから、だって嫉妬みたいなものがさ、プラスのエネルギーに働く人っていうのと、あとはマイナスのエネルギーになりますっていうこと。で、俺は嫉妬のエネルギーっていうことよりも、憧れのエネルギーみたいなのがあってさ、そう嫉妬ではなく憧れになるんだよね。すげえ才能だなーとかって思って、今週も劇団一人がさ、ネットフリックスで浅草キッドを監督したのよ。 で、ちょうど、ほら、一週間お休みもらってたじゃないですか。で、ま、有事書は休まずにやったけど、で、休んでて、で、東京行ったのね、で、爆笑問題の太田さんと一緒にさ、その、浅草キッドの話をしてたわけよ。で、いやー、すごかったですねとかって。まあ、あその時は見てなかったよ。で、すごかったねって、ネットフリックスっていう、今みんながさ、 その日本中のクリエイターがネットフリックスを仕事したいと思っててでネットフリックスだったらやっぱ予算が全然違うからあと撮影スケジュールが豊かだったりとかあとそのタレントさんを選ぶのがすごい潤沢に選べたりとか準備期間もすごく置けたりとかするとでああいうの撮りたいよねネットフリックスでって言ってる中に劇団一人がタレントじゃなくてクリエイターとして監督脚本として選ばれたってことがすごいよねっつって。 しかも題材がたけしさんでしょつって。いや、これさ、村西通るのとたけしさんだからねつって。で、しかも、世界の来たのが題材だからさ、世界中の映画人とかが見たいわけじゃないですか。ただ、これ誰が撮ったんだよえ、劇団一人っていうタレントですよで、監督ですよってなった時に、え、じゃあ、うちでも撮ってもらおうよっていう話に、一番なる場所に、劇団一人がいるっていう、クリエイターとして、これがすごかったですよねーとかって話をしてて、で、俺ほら、 劇団一人とは、一緒に賢人バンドとかって言って、一緒にバンド組んで、で、一緒に歌ってて、で、センターが俺。で、右に有吉。左に劇団一人。で、有吉がバーンと抜けた。で、なんとか一人を、道連れにと思って光、なんか、一人もバーンと行って。あ、やばいなんかわかんないけど、俺が真ん中にいるから、V っていう字になってる。<laughs> おかしい昔はなんか、先端が尖ってるみたいな。 パリみたたいな形したのに俺が今一番下にいるから V っていう字になっちゃったみたいなって。で、そこの劇団一人がいるってことがまずすごいって思ってたら、太田さんがさ、あれ一人はさ、つって、ネットフリックスできる前から準備してるからね、つって。浅草キッドは、つって。だから7年間準備してたんだって。で、たけしさんに浅草キッドをやらしてほしいって言って、まあ、いわゆる原作権を自分に欲しいと。で、そこから脚本をずっと書いて、たけしさんにいろんなこと聞いていって、 で、それを映像化するために脚本を書いていって、で、コンテを切っていって、みたいなことの準備を7年間してる。で、途中にネットフリックスがポッと日本に出てきて、じゃあネットフリックスにってパッと行って、で、そこから、いわゆるクリエイターとしての勝負ができてる。それが何より羨ましいよね、と。だから作品が撮れたってことよりも、新しいみんながしたいと思ってるってことをもうやったんだね、っていうことがすごいね、って言って。だからやっぱ嫉妬なんだよ。だけどそれは嫉妬じゃなくて憧れ。 ああ、なろうって思うから、一人を超えてやろうとか、一人みたいになってやろうと思うから、プラスになるけど、これがマイナスになるっていうことが多かった一年じゃないかな、とかって思うので、せめてラジオを聴いている時だけは、プラス脳を働かせて聞いていただければと思う。 週末の夜の魅惑のステージング、ザ・横山友事ショー今日もごゆっくりとお楽しみください。ジングルベルの音が聞こえてきそうな今日この頃、街行く人はどんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか街角実況中継。今日はとある郵便ポストの前からお伝えします。解説は街角落ッちゃー山田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきから見てますけど、年賀状を投函する人が多いですね。 書きたいんですけど、なかなか書けないんですよね。年末ですから、猫の手も借りたいくらい忙しいですもんね。い,いえ、背中が痒くて書きたいんですけど、手が届かないんです。孫の手が借りたいくらいです。知りませんよ。あ、そういえば、ちょっと前ですけど、ついに前沢さんが宇宙に行きましたね。ロケットに乗り込む前沢さん。 ちゃんと身を包んでましたよね。ゾゾスーツ。宇宙服ですよ。ゾゾスーツで宇宙行かないでしょう。前澤さんはツイッターで宇宙ナウってつぶやいてましたけど、まるまるナウが流行ったのは2010年のことですよ。あれは宇宙に行ったんじゃなくて、10年前にタイムスリップしたんじゃないですかそんなわけないでしょ。宇宙ナウってつぶやいてるのが羨ましくて悲願でるんでしょ。だって私子供の頃の夢は宇宙飛行士でしたから、 私もつぶやきたいですよ。でも、前澤さんに対抗して、つぶやきましたよ。府中ナウ。だいぶ規模が小さいですね。わざわざ府中町に行ったんですよ。ゾゾスーツで。おかしいでしょう。でも私にだって、前澤さんと同じところはありますよ。どこが同じなんですか。お正月に親戚の子にお年玉を配るんですから、私だってお金を送りおじさんです。 街角実況中継解説は街角ウォッチャー山田さんでしたありがとうございましたありがとうございました今日はとある郵便ポストの前からお伝えしました「横山とやすし」でメロディーそして開拓団で街角実況中継 とある郵便ポスト編ってことでしたけどそうか前澤さん俺全然羨ましいと思わないんだよねだってさ無重力ででププカプカ浮いてるだけの話でしょう <laughs> まあ宇宙の景色っていうことが生で見られるっていう感動とか、まあ、みんなが行けない場所に行っているっていう高揚感とかはあると思うけど俺無重力で1週間いてって言われたらいくらもらっても嫌だって思うもんね いいやいやでもね横山とヤシも久々に聞きましたけどああいい曲だなーと思ったのと俺声出てんなーとかって思いながら聴かせていただきましたけどきっと「開拓団宇宙なう」でしたけども、えー、今年はね年賀状に「もちゅうなう」って書く人もいるんでしょうね今日のゲストはこの方「横山ト,ークショートゥデーズ・ゲスト」 広島が誇る世界的マジシャン内田孝光内田孝光昭和49年生まれ広島県出身15歳の時にマジックに出会いマジックを始めてわずか5年間で国内の主なメジャータイトルを独占します 1994年にはマジック界のオリンピックといわれるフィズム世界技術大会テクニック部門のチャンピオンに輝き翌年にはヨーロッパで最も権威のあるマジックハンズコンベンションで日本人初のグランプリを獲得1997年に国内で本格デビューしディナーショーや劇場公演豪華客船でのクルーズショーを中心に国内外のエンターテインメントシーンで活躍している 実力実績ともに世界最高峰のマジシャンです今回内田孝光クリスマスマジックサロン With アレアレデュバン in ン広島が12月24日25日に行われますこの間は御前様様に出ていただき、はい、あのリスナーの皆さんに、はいはい、さマジックを魔法の世界を堪能させていただき、はい、ありがとうございました。うん 大成功して、ちょっとほっとしました。いや、<laughs> ほんとあの後リスナーから、ラジオで指示を受けて、言う通りにしたら、魔法がかけられるんだって言って、すごい、いや、もうびっくりしましたとか、感動しましたとか、楽しかったですけど、けど嬉しいですね。やっぱり嬉しいですよね、やっぱ<ー>でしかも今回予言系だったので、外すと、 なかなか格好つかなくなっちゃうのね。<laughs> <laughs> で、しかも生放送じゃないですか。マジック生放送危険ってやっぱり言われてるんですよね。<laughs> ねまあ、行くことなく、まあそうやってやってますし、まあよく考えれば普段のライブって毎回生放送だと思って、まあ僕はそういうので挑むから生放送そこまでビビんないんですけど、リモートっていうですね、ちょっと難しさもあるじゃないですか。<laughs> そうだね。 はい。ただでもまあ、うまくいったんで。ラジオでマジックだからね。考えてみたらね。そうなんです。しかもラジオなんですよ。いや、でも、あの、こうやってね、仲良く話をさせていただくようになって、だいぶはい。それこそ、もう何年か、もう何十年来みたいな。お付き合いが。20年ぐらいになりますよね、もう。ね。ぐらいになると思いますだけど、こんなに会ってない時期ないよね。そうですね。なんかちょいちょい会ってましたもんね。だから僕、実を言うと、前回広島に、 えー、戻ったのが、はい。えー、3月、去年の。ほう去年のはい。その時以来戻ってないですもん、広島時代あ,あ、そうか。で、その3月の時に、うん。有事賞をスタジオで、うん、あの、収録しました。3月って言ったら、<laughs> だって、2月の後半から3月の頭にかけてが、いわゆる、コロナが蔓延し始めて警戒しなきゃいけないよっていう感じだったから、ええ まだ、切迫感がなみんな、そうです。マスクとかまだみんなしてないけど、なんか、大事になるのかなって感じだったんですよ。うんうんうん。うん。それが大事になってしまったという。<laughs> あ、そこか。でもね、ええー。そのいろんな、それこそミュージシャンの方とかね。はい。そのいろんなイベンターの方とか、いろんな、はい、いわゆるエンターテイメントを職業とされる方々が、うん いろんな大変な思いをされた1年半ぐらいの間で、はい、このまんま2021年が幕を下ろそうとしてる感じがするけど、うんはい、マジシャンって、見せなきゃいけない、はい、目の前で披露しなきゃいけない、ある意味、例えばカードを渡し合うとかね、はい、接触もあるじゃないですか。そうです。接触すればするほどマジックで面白くなるというところもあるので、やっぱりそのネタのなんていうんですかね、チョイスが変わって、 手はきましたよねけど、僕の中では、うん、まあ言ってもずっと続くはずはないと信じてるし、来年にはもっと良くなるとはもう信じているので、はい、あまりそっちに流れすぎて芸風を変えないようにはしようと思いましたね。それは気をつけてます。うんうん。そうだね。高見くんとか特にその世界が認める、うん、いわゆる大物、はい、その箱物であるようなイリュージョンも得意だけど、はい、いわゆる指先で見せていくマジックみたいなのも持ち味じゃないですか。はい そうですね。そこがまあ、ある意味一番の持ち味ってテクニックだと思うんですよね。僕の中では。うん、まあ、あの、磨いて見せやすいし、なんか達成感も一番味、味わいやすいんですよね。やっぱテクニックって。はいはい、一生懸命練習して受けたとき、嬉しいです。うん、まあ、もちろん大掛かりなイユージョンも、まあ、準備はそれなりに大掛かりになるので、はい、やっぱ、あの、認められたときっていうのは嬉しいですけど、うん、まあ、その両輪で言っている感じではあるんですけど、はい、いずれにしても、 生じゃないと届かないものって絶対にあるんですよ、ねうん。あるんだよね、これがね。はい。なんか今回リモートとか、こういったいろんなまあ、いわゆる画像を見ながら楽しむってことが、当たり前みたいにもうなってきたけれど、やっぱ例えばコンサート行った時の高揚感っていうのは、そのネット上で味わえないし、 そうなんです。なんかああいう人と触れ合うことみたいなので、熱温度を感じて、人間の感覚を感じて楽しむべきものって、なかなか、いわゆる本質にたどり着かないみたいなところがあるもんね。はい、そうです。バーチャルでは限界があるし、まあ、ないと困るんですけど、うんうん、で、しかもその熱量とか、その盛り上がりとかを、あの、計算して演出するっていうところもあるんですよ。はい,はい、はい。 普通にリモートとか喋っても大して面白くないんだけど、生だったら空気感で面白くなることってあるじゃないですか。おっしゃる通り。<laughs> そこを膨らますのが、うん、多分そこを膨らます技術で、を磨いてきたんですよ。多分横山さんもそうだと思いますう。いや、そう。だいわゆる客あしらいというか、はい、客いじりっていうか、ここで絶対わっと来るから、はい、で、はい、それを、なんか、例えば愛の手みたいにして、 次に進んでいくみたいな。はい、で、ちょっとずつ、ちょっとずつ、こう、温度を上げていって、皆さんの笑顔を増やしていくみたいな、その、いわゆる、コールレスポンスみたいなこと、はい、お客さんと。それです。あの雰囲気が、はい、やっぱ、うん。俺たちが培ってきたものだったのに封印されるんだよね。そうなんですよ。うん、だから、僕も、だから、 去年なんか今年ですね、今年は2月3月ぐらいにですね、うん、あのリモートの,、まああのマジックショーをやったんですね。はいはい、ズームマジックショーというのをやりまして、うん、まあ初めてだったんですけど、まあ、1回ぐらいはちょっとあの経験して勉強はしておこうと思って、はい まあ、広島でもテレビはまあ出させていただいてたじゃないですか。うん,うんうん。やっぱそこで培った画面に向けてマジックをするっていう力はそこであの役に立ちましたね。確かにね。うんうん。ただ、今あの横山さんがおっしゃったように、やっぱり、まあ鉄板の、例えばですけど、まあマジックだからギャグってそんな言わないんですけど、鉄板のギャグみたいな間とかあるじゃないですか。はい、そうすると、向こうが薬と笑ってくれるううん、うん、そういう演出をやって、そのレスポンスがないと、 あの、ちょっと恥ずかしくなっちゃうんですよ。そうだよね。そうです。俺、横山ナイトを、あの、ジャイブのすごい学校の教室ぐらいのサイズに、100人、150人入ってたような場所で、そうですね。ずっとやってたじゃないですか。で、あれを、その、リモートで、やった時の、みんな乗ってるかーって言って、一応待つけど、 ええ、何にも帰ってこないわけじゃないですか。<laughs> あの時のこう、一人でやってる、なんかこう、名、ええ、の取りにくさそうですね。あれは、うん、その、トークも走るし、で、はい、なんかいわゆる、みんなが盛り上げてくれてたんだ、ええ、この会場はとか、これです見せてたって思ってるけど、うん、実は一緒に作ってたんだっていうことに、はい、本当に気づかされたよね。 もうそれ本当にもう、もうおっしゃる通りっていうのがまさにそれって。うん、やっぱりライブってそれがあるからどんどん面白くなっていくんですよね。で、バーチャルだと多分面白くなるのは台本通りの面白さ以上はなかなか突き抜けられないんですよ。ライブって何が強いかって予想よりも面白くなるんですね。自分が予想していたいりはいはい、はい、そうだね、確かにね。そうです。自分が あの、予想していたよりも力が出るんですね。いわゆるカジマのバカ力ってあるじゃないですか。うんうん、あれってライブじゃないと出ないですね。で、なんかどんどんさ、うん、いわゆるこう作品を見せていく発表会みたいな気分になってきて、はい、多少雑でも、で、えー、多少雑にやったから流れるようにできてたことが、ちゃんとやんなきゃいけないっていことでぎこちなくなったりとか、はい、俺こんなはずじゃないのにみたいな、リモートの、<laughs> 番組とかリモートの中継みたいなのを皆さんに見せてしまって、はい、いやなんか、はい、俺たちってこんな風に、実は実力が脆弱だったんだ、みたいな。<laughs> 改めてなんか自分の力のなさというか、<laughs> その自信のなさというか、はい、ああいったもの、んこんなことで揺らぐのか、みたいな、そういった経験も何回もしたもんな。はい <laughs> そうですね。まあけど、いい気づきなのかなと自分の中で思っているんですけど、うんうん、だからこそ、よりライブの方が好きになりますよね。そうね。で、ようやく、うん、まあ、また新しい変異株がみたいな話もなってはいるが、はい。とはいえ、一番悪かった時期をなんとか今乗り越えて、少しずつできそうじゃないですか。はい そうですね。ま、けど変化で言うと、この11月からある意味激変ですね。全く何も音沙汰なかったところから、その、やっぱり問い合わせ、はい、イベントが12月にあるんで、とかっていう問い合わせが、うん、増えるだけでも、決定よりもまず問い合わせすらなかったですから、はい そうすると問い合わせ、ちょっとあの、打ち合わせしましょうかって。うんうん、それがやっぱもう嬉しいし楽しいですよね。そうね。なんか、あ、はい、ようやく来たなー、みたいな。そうです。やっと流れが来たなーって感じなので。俺だってその午前様の中で。止めたくないです。はい、その内田隆光くんがね。はい。あ俺、あーと思ったんだけど、実は、去年、2020年よりも、はい。今年、2021年の方がしんどかったって言って、はい。はい、あれはちょっと、俺はなんか、 心がわしづかみにされたような感じがして、うん、実はほら、2020年ってみんな何の、その予備知識も何の、そういった経験値もない状態で来たから、はい、戸惑ったし、はい、どうなるんだと思って怖かったけど、うん、実はその怖さが分かって、うん、何にもなかった今年、2021年の方がしんどかったって言われた時に、そうなんですよ。確かにそうだな冷静に考えたらと思ったんですよね。はい ええー。で、やっぱり、その2020年っていうのは、その混乱とか驚きの方があったから、うん、その、なんていうんだろう、痛みとかっていうのは、感じにくかったのかなと思うのと、その間にも、着実に、なんていうんですかね、その痛みとか疲労、はい、心の疲労っていうのは溜まってたんだなっていうのを、実感しつつ、また、その疲労が積み重なったのが、その2021年かなと思うんですよね。うん、うん、そうだよね。ええー。いや、なんか、 まだやんのか、はい、これ、とか。そうです。<え>えー、こんなことが、もっと早くなんとかならなかったのか。で、もうちょっと実は、早めに、そ,はい、その、おしまいにできると、なんとなく、高をくくってたところが、そこもありますね。ダラだら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 みたいな感じがしたもんね。はい、そうなんですよ。<ー>まだかよ。で、 しかも何度も緊急事態宣言になるからまた、またまた、はい、っていう感じではあったんですね。だから去年までは痩せ我慢が通用したんですよ。はい,はい。もう今年どんどん痩せ我慢通用しなくなってきたんですよね。うそうだ,、ね、だから、自分の中であまり熱くならず、うん、ちょっとフラットで、いわゆるニュートラルの状態で、はい、アイドリングで、うん、こう何事にも望んで、はい、いつでもギア入れれるようにはしとくけど、いつもみたいに、うん、あのー、 ね、ローとかセカンドには入れて、もう助走つけてる状態じゃなくて、うん、ニュートラル。はい。で、あの、いろんなことに挑もうっていう一年でしたね。うん。特にほら、俺たちはほら、うん、付き合いが高光つくんは長いから、はい。それ考えた時にその高光つくんがいろんなマジックを今まで、えー、その、ライブで挑戦してきて、はい、で、えー、例えばさ、そのドラマタッチになっているマジックショーをやったりとか、はい、で、それこそみんなが今までやったことがないようなことを自分が、はい。 その、片振り役となってやっていこうみたいなことをずっとやってて、そうすると、そうですね。イベントの時のその、内田隆道というマジシャンの、プロの、その仕込み方とか、テンションの上げ方みたいなの知ってるから。そうですね。だって、一回なんかの合宿の時、横浜さん応援に来てくれました。はいはいはい。なんか僕、こもってなんかあの、ログハウスみたいなのにこもってやってる時。やってたよね。ええ、ちょっと見て意見ももらったりとか、そうそう。の時に、 えー、なんか俺、意外とそのマジシャンの人たちってね、大掛かりになればなるほど、ある意味ちょっとこう人任せみたいな。ああ、なるほど。はいはい。みたいな印象があったけど、いや、この人はゼロから作り上げていくんだっていうのが分かった時に、そうなんですその、今まで自分が思ってたそのマジシャン像みたいなのが、全然違ってたから、 だからその高光くんがあんだけの温度を持ってイベントに向かうのにこの21年と去年の20年にそのステージができなかったっていうのはもうどんだけそのいわゆるどこに持っていけばいいのこの思いをみたいな感じの時間だっただろうなと思って。ということで今日のゲストは広島が誇る世界的マジシャン内田隆道さんってことですけど。 高光くんとももう長く付き合わせてもらってますけど去年も今年も飲めなかったんだよねって思うと高光くんと1年間飲まなかったってことが俺の中の一番あっそうか非常事態だったんだってことが <laughs> こう実感できる身につまされる出来事みたいな感じなんですよねそんな内田孝光さんまだまだ続きます、うん、この人は ゼロから作り上げていくんだっていうのが分かったときに、<laughs> そうなんです、ね、その今まで自分が思ってたそのマジシャン像みたいなのが、全然違ってたから、えー、はい。だからその高光くんがあんだけの温度を持ってイベントに向かうのに、この21年と去年の20年に、そのステージができなかったっていうのはもうどんだけ、そのいわゆる、 どこに持っていけばいいのこの思いをみたいな感じの時間だっただろうなと思って。ええ、いや、ほんと辛かったですね。で、それを。まあ、マジック好きですからね。いや、そうなんだよね。好きだからこそ見せたい。そうです。ね、好きだからこそ披露したい。触れ合いたいと思うし。で、ようやく、内田隆光クリスマスマジックサロンということで。はい。ええ、 12月の24日と25日ですけども、はいはい、なんともう12月24日、クリスマスイブの日はもう満員になってキャンセル待ちになりました。はい、で、ありがとうございます。25日が、えー、っと、はい、お昼の1時と夜の8時の回が、今の段階、はい、この収録を行っている段階で若干まだ余裕がありますよっていうことですけど、はい、ぜひお越しいただきたいなと思いますんで。これどんな、 その広島、はい、本当だが久しぶりじゃないですか。もうまさに外線公演って言ってもいいなと自分では思ってるんですよ。だから2回目のデビューみたいな感じだよね。<laughs> なんかもう本当そうですよ。<laughs> うんうん、でもこれあれだでしょ高光くんがすごい本当に好きなお店。<laughs> はい。で、でいわゆるディナーショースタイルで皆さん楽しんでいただこうってことなんでしょう、はい、そうなんです。えー、あれあれデュバンと言いまして、はいまあ、広島の方だともう仏壇通りって言ったらわかると思うんですけど、うん ね、あの通りにあって、地下にあるお店なんですけど、ここのお店大好きなんですよ。で、ちなみにですけど、横山さんとも行ったことあるはず。俺ね、あるよね。あ,あの、あのワインが美味しいで覚えてんだよね。<laughs> そう、そうです。ワインが美味しくて、マスターがオーダーをと、うん、取ると、あの、どこぞの、その、居酒屋さんだと、はい、喜んで、みたいな感じで。 そう, <laughs> そうです。覚えてるそうです。いや、それ言ったら思い出すだろうなと思って。ね、多分あそこだよねと思いながら、うん、何が頼むと、<う>ウィって言うからる。そう、ウィって、あの,あのフラン、フランス料理の店ですからね。ウィッて <laughs>、ね。ねえ、あのー、ね、そ,うそうそうそう、あんだけ一緒に飲み歩いてるから絶対ここ連れてったことないはずないと思って。<laughs> 俺絶対あそこだと思ってこの時も。<laughs> ウィーがすごいよくあの先に行って、その後また 2, 2>、うん、2, 3軒、あのね、朝まで飲み行ったと思うんですけど、<laughs> うんうん、その日ずっとウィーって言ってましたもん。<laughs> で、料理も美味しかったし、それこそそのマスターのキャラクターとか、そうです。あとその料理に合わせてくるワインとかの、う,うんちくみたいなのもすごい楽しかったの、エンターテインメントで。そいですよね。はい。大体、 一つのステージ何人ぐらい入るって感じになるのお客さんで言うと。これ25人か30人以内ですね。もうあの席を作れるのが。でもちょうどいいよね。そうです。ちょうどいい。そうなんですよ。うはい。そんなにゅうにならないぐらいで、あの会によってはちょっとあの詰めてもらう感じもあるかもしれないですけど、ちゃんと距離も取って、で、しかもマジックサロンなので、あの、マジックサロンっていうのを僕は東京でずっとシリーズでやっているんですけど、はい。 ま、派手な演出とかなしで、まあ、一体感のある、一つの同じ空間の中で、マジックの技をもう近いですから、いわゆるお化粧せずにすっぴんで勝負って感じですね。はい。技はそのまま見せて、不思議をダイレクトに届けるっていう、そういうシリーズをやるには、もう最適なんですよ、場所も。うん,う,んうん。で、しかもお食事美味しいし、横山さんもおっしゃったように、そのワインも美味しいし。はい、で、ワインとかビールとかもフリードリンクです。うん。で、チケットチケットお食事してもらって。1万円なんでしょううでチケット1万円です。はい。普通に、 流れ川界隈で、いわゆるフランス料理みたいな食べたりとか、ええ、ちょちょっとつまんだりとかしてワインとか飲んだら、はい、やっぱり1万円とまでいかなくても5、6千、7、8千かかるじゃないですか。やっぱりかかりますね。ねはい、そこに高光くんのマジックショーが足りてるってことでしょう、はい。はい。6、70分のショーがありますからね。いや、いいよね。はい。ね今年のクリスマスの、まあ、ビッグイベントはここで完結って感じなので、はい。で、あのー、ね、あの、最後、この完結、 物足りない方は、そのまま RCC に行って、うん、あの、ミュージックソン行けば。あ,ありがとうございます。<laughs> お気遣い、ありがとうございます。高道くんがね、ミュージックソン、出てもらっていたにもかかわらず、横山さん、はい、あの、12月24、25、広島帰ってきて、で、クリスマスティアショー、<laughs> マジックサロンやりますんで、来てくださいねって言われて、いやいや、高道くん、俺、ミュージックソンがあるからって、あ<お>そうなんだっ,つって言って、忘れとったって感じでしたから。<laughs> <laughs> いやでも、なんかようやく、皆さんが夜楽しめるような雰囲気も出てきたので。<laughs> えーはい、そうなんですよ、はい、そこも合わさっているから、この食事しながらっていうのも,、うんもう、まあこれ企画した時はどうなるかなって不安なところはあったんですけど、はい、やっぱりもう宣言も解除されて、みんなが動き始めたし、うん、お店の方もやっぱりお客さんにやっぱもっと食事楽しんでほしいっていうのありますから、はい、もちろんいろいろ注意はするので、うん、まあ安心してこういうふうに来て、 食事、そしてお酒、うん、マジック、楽しんでいただければなと思っています。はい。リスナーの方。え、あれあれデューバン。あれあれデューバン。はい。で、今25日のお昼の1時と夜の8時が今んとこ空いてます。はい、そうです。はい。なので気になる方はぜひお問い合わせをいただければと思うのですが。よろしくお願いします。高水君はい。という話をしましたけども、はい え、有事証に出ていただくと、必ず高光君んは、ラジオでマジックっていうのを、はい、お願いしているのですけども、はい。今回も、お願いしていいでしょうかはい、頑張ります。はい。その代わり、横山さんも頑張らなければなりません。あ、そう。え、まあね、あの、ちゃんとあの、僕の指示に従って、いろいろやっていただかなきゃいけないんですけどこれ、リスナーによっては、多分、あれ、高光と横山の二人芝居だなっていう。 あれ、本当はマジックやってなくて、台本読んでるだけじゃないかって。<laughs> 何にも俺何するかも知らされてないからね。<laughs> そうなんです。はい,はいね。ねちゃんとメガマック森下さんに、はい、横山さんのテーブルの上に、うん、そっとトランプを置いておいてくださいというお願いだけしました。いや、ポツンとね、今。ええ。<laughs> これトランプがある。トランプがある。<laughs> ありますね。はい、ちゃんと封がされた<は>まんま。じゃあちょっとそれオープンしましょうか。はい。わかりました。封を開けます。 開けましたね。はい、開けました。で、中身、中身のカードを出していただけますかはい。わ、新品のトランプって気持ちいいんだよね。はい。はい。開けました。では、その中から、えー、どれでもいいので、うん。4枚だけ選んで抜き出してください。適当でいいですか適当でいいです。はい、はい。表見ながらでもいいです。はい。1枚、2枚、3枚、 4枚。はい。4枚選びました。オッケーです。はい。では、あの、残りのカードはもうテーブルの横の方に置いておきましょうか。はい。その4枚を使います。はい。オッケーで、まずは、えー、表を見ながらでいいので、その4枚を好きなようにめちゃくちゃに混ぜてください。はい。はい。混ぜました混ぜました。したで、まあ、手の上に4枚回収して、重ねて持ちましょうか。はい。はい。はい。 はい。4枚重ねて手に持ちました。それをそのまま4枚とも重ねた状態でひっくり返してください。裏返しにしてください。はい。で、その状態でまた、えー、もう一度めちゃくちゃにシャッフルしてください。手に持った状態で。手に持った状態でね。はい。もうどういう風うに混ぜてもいいですよ。はい。もうわかんなくなった。はい。わかんなくなりましたよね、はい。裏向きで4枚でますでま、えー。そうです。裏向きの状態で4枚重ねた状態で、えー、横向きに持ってもらえますか 横向きで、ね、横の長方形で。はい、で、そうすると、大体トランプの真ん中って柄があると分かりますよね。うん。ある。分かる分かる。では、この、ちょっと力入りますけど、4枚重ねた状態で、はい。真っ二つに破ってもらえますかえ、大丈夫ですか大丈夫です。トランプを横向きにして、上から4枚とも破る。はい、4枚とも、はい。はい、行きます。あ、ほんとあ、来た来た。 破りました。破りましたね。はい。で、右に4枚、左に4枚って分かれていますね。うんうん。では、右、左、どちらでもいいので、好きな方を、えっ、ー、と、上にそのまま重ねてください。はい。重ね今、ました。重ねましたね。はい。では、じゃあですね、今からよく聞いておいていただきたいんですが、はい。まず、じゃあ、上から1枚、もしくは2枚、あるいは3枚。うん、はい。好きな1、2、3枚の中で、好きな枚数をそのまま、 じゃあ今左手でタバ持ってますか持ってます。左手で持ってます。で、右手で1枚、2枚、もしくは3枚、好きな数を取って、うん、下に回してください、そのままこれ高光くんに言わない方がいいですよねそうですね。何枚かは言わなくて大丈夫です。はい。はい。後ろに回しました。ある枚数を。はい。はい。で、もう一度、また1枚から3枚の中で好きな枚数を、そのまま下に回してください。 はい、回しました。そのまま回しましたよね。うん、回した。ええ、束のままですね。束のまんま。はい。では、今この状態で一番下のカードをまだ表見ないで、ちょっと一番下、こう、抜き出せますよね、もう片方の手で。はい。で、表見ないんですよ。はい、見ません。で、そのままそれはお尻の下に敷いてください。お尻でギュッて挟む。一番し下にあるやつをお尻のところに見ずに置く。はい、そうです。はい、置きました。 はい。では、次は、上から、うん、じゃあ次はもう、枚数していきましょうか。はい。えっと、3枚。1>, 1、2、3。はい、3枚重ねた状態で。はい。そのままの状態で、えっ、ー、と、右手に取りまして。はい。左手に残ってますよね、カード。残ってます。そのカードの中に。うん。間に差し込んでください。間に。今3枚取ったやつを。はい。 左側にある4枚の間に、どこでもいいのこれ差し込み。どこでもいいです。ど,どこでもいいはい。差し込み。差し込んでくだ,ください。差し込みました。OK ですかはい。じゃ次は、そうですね。下から3枚を、うん。まとめて取って 1>、うん、1、2、3、はい。で、そのまま、また残りのカードの間に差し込んでください。間か。 ここでもいい、うん、です。隙間に差し込んでください。はい、差し込みました。もうぐちゃぐちゃになったよ。もうぐちゃぐちゃですはいはい。もうわかんないですね。何もわかんない。はい。も、ま、う、あ、自由にやってもらってますからね、はい、しかも。はい。で、ではカードをちょっとなんか、全部裏が1枚ずつこうずらして広げてもらえますかはい。1枚ずつずらして。こういうふうに手の上で。はい。はい。はい、では、 えー、カードの真ん中ぐらいから適当に1枚引き抜いてください。うん、どれでもいいです。真ん中ぐらいから。引き抜きました。で、それはテーブルに置いてください。はい。じゃあ次また、そのカードの中ほどから、うん、えー、2枚。2> はい。これとこれって好きなのがあったら、引き抜いて、うんはい、それもテーブルに置きましょうか。はい。 では、今4枚残ってますよねちゃんとこのままいくと。4枚、手元にあります。はい。じゃあ、真ん中の2枚、一、うん、枚、中の2枚、はい、2> それを2枚とも引き抜いてください。引き抜きました。で、どちらか1枚をテーブルに置いてください。好きな方置いてくれればいいです。はい。置きました。その1枚は、残りの2枚の上に重ねてください。上でいいですかはい、上で。はい、上に置きました。 では、はいえー、今3枚ありますよね。の中にある。ある。で、真ん中のカードを、じゃあ1枚引き抜いて、はい、胸に当ててください。まだ表見ないで。表見ないでね。はい,はい。そろそろ確信に近づいてきたね。はい。はい、<で>胸に。2枚、二枚残っているのはもうテーブルの上に捨ててください。はい。オッケーさあ、ここまで行くと、今カードは1枚胸に当たっていますね。はい。ここでもう1枚、 体に触れているカードありますよね。ある。お尻の下にある。そうです。うん、一番最初に選んだお尻に敷いているカード。はい。まだ、あの、胸のカードは見ずに、そのお尻の下のカードを取り出してください。はい。で、ちょっと表見ましょうか。表見ていいはい。ペロ。言っていいですか、まあ、はい。半分に破ってるけど、カードは何かはわかりますよね。わかります。はい。何ですかそれ。スペードの3です。 スペードの3。はい、では、胸に当てているカードを表見て合わせてみてください。よっきたースペードの 3! はーい、見事、ペアが完成しました。すげーなーなんてだよ。あんなぐちゃぐちゃにしたのにさ。ですよね。こっちでしかも見えていないのでコントロールできないですからね。うんうん、すごいね。よく覚えてるね。<laughs> 次こうやって、次こうやってっていうのを、安定んいろんなこと言ったから、なんか順番間違ったら多分ダメになるんだろうか。すごいそこですか、ね、すごい、ほんとすごい。なんか、えー、高光くんの道案内ってうまそうだもん。えー あそこ曲がって、ね、ここ、これがあるからここ曲がってとかって言ったら、その通り言ったらつくような気がするもん。ね、絶対つくかもしれないですけど、まあ、けど実を言うと僕、うん、究極の方向音痴なんですよ。<laughs> 本当にみんなびっくりするぐらい方向音痴で、うん、買い物にこう、なんかデパートとか入って、うん、出口とりあえずわかんなくなるし、うん、出たら反対方向歩くし。<laughs> こんなトークのカーナビみたいに。 できるのに自分はダメなんだ。<laughs> 自分はダメです。<laughs> カーナビの言うこともあんま聞かないんです、すぐ前になります。<laughs> いやいや、でもこうやってね、<laughs> リモートでもマジックができる時代に、はい、本当に目の前で生で、はい、ようやく内田隆光と世界のテクニックが見られるということなので、はい、リスナーの皆さんは12月の24と25、2日ですけども、はい、今もう25の午後1時。 と、夜の8時の会がまだ若干余裕があるということなので、はい、内田だたかみつクリスマスマジックサロン、うん、え with、ー、あれあれデュバン in ン広島が行われますんで、ひぜひ気になる方、はい、これどこに問い合わせればいいですかえっとですね、このあれあれデュバン、うん、お店にお電話いただくか、あの、はい、メールの方が、あの、あれあれデュバンのメールあるんです。 はい。で、それですね、えっと、僕のホームページとかにも、あの、アップしておりますので、連絡先、そちらの方にご連絡いただければと思いますので。はい。わかりました。僕らだから、高光君、ひょっとしたら会えないかもしれないけれど、12月二24、日5は2人とも、はい、頑張ってますよっていうことでもあるので。頑張ってますね。はい。はい。じゃあ、リスナーの皆さんに最後になりますが、何かメッセージがありましたらお願いします。はい。えようやく、こういうふうにライブ。 生のマジックをお届けできるようになりましたので、これからますますですね、僕も精力的にまたいろんなマジックに挑戦していきますので、応援お願いします。そして、えー、クリスマスは広島でみんなに会えること、楽しみにしております。はい。はい、俺も高水くんと飲めるのをまた楽しみにしてます。はい、そうですよね。そうですよ。ほんとこの日はこれ終わったら翌日戻って、 で、えっと、すぐにですね、東京の方でもこのマジックサロンですね、あの、開催しますので、28、29、30日と、そちはですね、まあ東京の両国という場所になるんですが、そこでもあるので、すぐ帰んなきゃいけないので、来年は、まだね、年明ければゆっくり広島戻ってきたいなと思っているので、その時はまたゆっくり飲みながら、たっぷり飲みながら、そう、いっぱい食ってね。そう、いっぱい食って。まあよく食べますからね。そようっね。そうが大食いだからね。 本当いっぱいお話ししたいです。うん。ねでも本当に、うん、あの、ぜひぜひ、なかなかこういったショーができない状況だったのができるようになってきたので、うん、楽しめるときにとりあえず楽しんで、はい、で、でなんか非日常を味わっていただければと思いますんで、はい、また番組でもお待ちして,ます,ちしてますんで、はい。今日は、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 小山雄司翔ということで、今日のゲストは、広島が誇る世界的マジシャン、内田孝道さんってことでしたけども。いやー、なんかさ、マジシャンってモテるんだろうねとかさ。でも簡単に言うと、モテたいから始めたんだろうからね。<laughs> でもどうやってさ、その孝道が食ってるのかとかね、その世界のマジシャンが、 どのぐらいトップだったら儲けのかだってほら昔だったらラスベガスとかでもう常時この人の,そのマジックショーが見られますとかみたいな契約があったりとかしたわけじゃないですかで今でこそなかなかそんなだってセリーヌ・デュオもそうなんだってね ラスベガスで毎日やって、だから清水明さんみたいなもんでしょ <laughs> 必ずここに行くとやってますみたいなライブの仕方してるからさ。だからそういう人になったらどのぐらいの規模でどのぐらいの収入があったりとかするのかとか逆にどう,どうやってその 食べてていいくくように最初なっていくのかみたいなことが多分最も分かんないぐらいの職業だよなぁとでそこそこでそ世界で認められて日本でトップでずっといてみたいな人ってどうやって生活してんだろうどのぐらい準備するんだろうとかどのぐらい練習するんだろうみたいなことも含めて分かんないこと付き合っててもいっぱいあるよなぁとかって思うので早くまた一緒に飲めるようになって。 で、いろんなお話を伺いして、で、皆さんにそれを面白おかしくお伝えできればなと思ったりするのですが、さあさあ、君こそスターだ。ですけども、広島で活躍する、または活躍を夢見るアマチュアアーティストを応援するザ・スターは君だ。ですけども、最近はメジャー系のミュージシャンの方々が、ここで自らの近況を報告するというコーナーになっています。今日は、 今年6月に、椿ファクトリーを卒業してソロ活動を始めました、小型り沙さんからメッセージをいただいています。RCC ラジオ、ザ・横山雄事賞をお聞きの皆様、天才横山さん、こんばんは、小型り沙です。こんばんは。 はい、えー、横山雄二さんお久しぶりです,りです私は久しぶりに広島県へあの来たんですけれども、はい、そうですねやっぱり広島といえばお好み焼き、うん、この後しっかり食べて帰りたいなと思っております最近の私ですが、えー、12月15日に、えー カバーアルバム、ボンボヤージュ、リサ・カバーズをリリースいたしました。はい、えー。全11曲収録されているんですけれども、こちらすべて、えー、昭和から平成にかけてのとても有名な大ヒットした楽曲たちでして、うんえー、きっと、えー、好きな1曲見つかると思いますので、はい、ぜひぜひゲットしてたくさん聴いていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい。そしてこのアルバムの発売に伴うイベントなども今後たくさん予定していまして、えー、私、SNS、ツイッターやブログ、 を行っているんですけれども、そちらで発信していこうかなと思ってますので、<い>ぜひチェックよろしくお願いします。うんはい、そして来年の1月、ちょっと東京で遠くはなってしまうんですけれども、初のえっ、ー、とソロでのですねステージっていうのを開催します。うん、えー、ボンボヤージュ。 というタイトルで、えー、ライブを行うんですけれどもこちら、はいえー、アルバムの楽曲を中心としたステージとなっておりますので、はい、ちょっと精一杯頑張っていきたいなと思っておりますのでぜひぜひ、えー、お時間ありましたら遊びに来ていただけたら嬉しいなというふうに思います、はいえー、その他の情報を詳しくは私の SNS とチェックしていただけたら嬉しいなというふうに思います、はい それでは最後に曲を聴いていただきたいと思います。うん、えこちらもアルバムの中の一曲をお届けしたいなと思うんですけれども、今回聴いていただく楽曲は、えー、ちょうどね、時間も10時ということで、はい、やっぱり夜にはこの曲がぴったりだろうと思って選曲いたしました。うん、それでは最後に聴いてください。松原美樹さんのカバーで、真夜中のドア、stay with me。ザ・横山裕二賞。メッセージありがとうございます。ということで今日は、小形里沙さん。 からメッセージをお聴きいただきましたけどこれ松原美樹さんのカバー曲1979年の曲ですけど「ルビーの指輪」とかね「黄昏マイラブ」とか「雨音はショパンの調べ」とかいろんな楽曲入ってるんでぜひ興味を持っていただければと思います今日も天才横山裕二がお送りしました